はい、こんにちは、サルインです。というわけでおはじきバトルをですね、フルパワーで撮っていこうと思います。で、今回のおはじきってちょっと勘違いしてたっていうか、説明ちゃんと見ようって感じだったんですけど、あれなんですね、自力でも覚醒吹雪姫じゃなかった、自力じゃなくても覚醒吹雪姫じゃなかった、極吹雪姫だ、すいません、寝起きで頭が回ってないんだけど、そう、うんね、出てくれると、うん、だからこのおじいちゃんを、自分で倒さなくてもいいと、エンド S とは条件が違うと、その代わり、まあ、極吹雪姫のレベル7が結構極悪と、まあ言ってレベル5ぐらいから結構しんどいですよね。特攻がないと多分かなりきついですが、まあ、そんなん置いといて、うわー、ミスったちょっとフルパワーが、フルパワーがちょっと、うん、ちなみに私ね、蒸気とか使わない派なんで、気合いでいきます。ふんあくそ、パーフェクトが、おお、あ、これ倒せるかな、キラコマがちゃんと2000ぐらい当ててくれば倒せるかな、これちょっと予定外だな、まあ、ちょっとね、時間がね微妙なんで、あーあー、いけるか、あーでもマイナス取っちゃった、うん、まあこれならいけるかな、変な見過ぎ方しなければとりあえずね、Y ポイント稼ぎをしたいので今やってます。あー、ずれたバリずれた、やばいやばいな、これ倒せないかもしれない、やばいな、ピンクエンパラそんな強くないんだよな、全部取ればいけるか、パーフェクトボーナスで、ふん、あ、やべ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 、ずれた、しょぼ、わちょー、やべ、倒さなかった。ハハハ、タクソン、うわーうわー、まあポイントは稼げるんだけど、まあいっか、よくねえな、撃破ボーナスみたいなあったでしょ、ハハハハ、はい、しゃあない。で、なんだかんだで、ガシャを回そうと思ってたんですけど、極吹雪姫をいかに倒すかが、かなり重要に多分なってくると思うんで、先に吹雪ちゃん取っちゃった方がいいんじゃないかなと、ちょっと思いました。ガシャは本当は回したいんですけど、動画的にもね。で、とりあえずまだ4回から変わらないですが、でも今回、極吹雪姫の、出現頻度も結構高いので、ね。まあ、でも結局、ジジイのレベルが上がっちゃうと、ジジイ倒すのしんどいから、やっぱ本当はキラコマサンタと、何やっけ、ヤマトポケルとかが欲しいんですけど、ただガシャ回したからっつって、そこが確実に引けるわけじゃないんで、だったら確実にまだもらえる吹雪ちゃんを取った方がよろしいのではないのかなと、個人的にちょっと思ったんですよね。出現率がアップしてると言うてよね言うてなんですよね。だってもともと 4% でしょ、 4% で 4% の中でその 1.6% になってるみたいな感じでしょ、聞ける気しないよねぶっちゃけね、ヤマトボケルが 13% でしょ、ねって感じですよね。はい、いやー、聞ける気しないよねっていうことで、まずはね、そっちから、まだ始まったばっかだからね、あとは今みたいに元気ポイントを最悪マックス使ってポイント稼げばワンチャン、でも逆に言うと、これ多分みんなこういう風にやっていくと、お手伝いしてくれる方が少なそうなんだよね。そこはちょっとね、なんで、むしろ最初みんなね、多分お助けポイント貯めるため、お助けパワーを貯めるために手伝ってくれる人もいると思うんですけど、あとは多分残りは全部自分のバイポイント稼ぐのに使っちゃう人も多そうな気がするので、なんか序盤逃すと自力で極吹雪姫倒さなあかんと、いう気がするんですよね。だからなおのこと吹雪ちゃんは絶対持っておかなきゃいけないんじゃないかって気もするんですよね。吹雪ちゃんがどのぐらい入るかわからないんですけど、ダメージが、
それでも元気ドリンク集めといて、いけば25万いけるかいけるかみたいな感じだけどね。でも現状で6000とかなんですよ、私が全力で。多分ふぶきちゃんが入ると2万ぐらいいってくれるかな。2万だとすれば、まあ11回え違う、2万、何言ってんだ今、ね、なんかボケた。あ、いいんだ、ごめんなさい。そうマックスで2万だから、そうね、11回、元気ドリンク11個、いやデフォのやつマックスあるから元気ドリンク10個集めていけば自力でも、倒せるんじゃないかと期待しておきますか。はい、というわけでね、まあまだイベント始まったばっかで、あと12日、あるんで、まあなんとかなるかなと思います。というわけで皆様頑張っていきましょう。お疲れ様でした。バイバイです。